ビル・ラ・ガレンヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、オード・セーヌ圏のコミューン。ビル・ラ・ガレンヌの一ビル・ラ・ガレンヌは、県西北東部に位置し、セーヌ川左岸と接する。川の対岸は、セーヌ・サンド2県のリル・サンド2である。ビル・ラ・ガレンヌの橋、アルフレッドシスレーもともとは、ラ・ガレンヌと呼ばれる漁村で、セーヌ川沿いに1キロメートルほど沿っていた。 川を挟み対岸のリルサンドニと橋で結ばれていた。1844年からジュヌビリエに含まれていた、この地域の発展は急速で、2本の吊り橋が架けられた。そのうち1つは、町の中心部、ジュヌビリエ通りから伸びており、マルクセガンが設計したものだった。パリとサンドニが北部鉄道で繋がった頃から、ビルヌーブの町が形成され始めた。しかし住民は、 入資税納入所として橋を渡った。この釣り橋は20世紀初頭まで残り、アルフレッド失礼の作品の題材ともなった。不仏戦争の際にはビルヌーブに駐屯地が置かれたが、この小さな砦が完成することはなかった。1903年、幅の広い新しい橋が架けられた。この近代化が集落の発展に貢献した。ボート遊び、ギャンゲット、カフェ、レストラン、 バーができ1920年にはおよそ30を数えた。集落の住宅は、主として、鳩場に沿って集中していた。ジュヌビリエ通りには素晴らしい家が立ち並んだ。1910年のセーヌ川洪水では被害を受けた。第一次世界大戦後、川沿いの集落は、自治権を求めた。ジュヌビリエの中心から遠く不便であったからである。A86 と A15 が近い。 セーヌ川がコミューンの東側境となっている。鉄道の最寄り駅はラーシー線のジュヌビリエ駅、ラーリー線のサンドニー駅である。地下鉄の最寄り駅パリメトロ13号線のアニジュヌビリエレ、クルティーユ駅にはドラムが延長される。ありがとうございます。